打ってない？どうやろう。セカンドで後藤がこう取ったのに比べたら、ね、そう、うん、比べたら、うん、ちょっと運命の差が何でもないセカンドの間とかね、自分だけすぐまずぎゃいや、もう運命がいない1回も投げない1回も投げないケン君が打った時にまずくのセカンドパッと取ったらケン君がベースについてあ、これ返したっけいや、長原健が真正面のボテボテのセカンドゴロに行って、うん、彼が強いについてボールを振って騒いだらもう中村健はセカンドファーストを通り抜けてたと真正面やもん真正面やもん、うん、なんやんないけど中村健はずっと詰まってるんですよ、うん、まあ全然投げてないですねあの場所の前に3つの島にいたんだなんかあの応援ってセミの鳴き声に見えるのかなあいつはえいえいがちみにおわるみにおわるみたいなえぇーひぐらしひぐらしはまたひぐらしはまたひぐらしはあそこだったひぐらしゲッツファースト、
分裂で弾いたか、サードサカ弾いてた、うん、ゲスト前行ったから、サードサカ弾いてた、大状態だから、最高の形だ、マルコ頑張れ、マルコここでホームランや、アスリートも優勝する。はい。月350万。マルコホームラン。アスリートは一級職業ですね。言うてることが軽いんです。なるほどね。まあ機関士ですからね、あのね。そうそうそう。ファイボールにご注意ください。一日1本ぐらいやってますね。うん？一日1本ぐらいやってます。一日1本はないから。三連戦。打球の勢いが全然ご注意ください。ダメじゃないですか。ダメね。これまず次まず一球4番。ああ。多分まずこれ。経営。だから経営。エルナイトだからね、最強のバンカーなんですから、今日呼ばれる、キラがないこと、そうそう、まあでも今日ホームラン打ったもんね、それで笑うんだけど、エルザベットとかキラとかあの一発があるからたまにやめれないですよね。ここであのたまにの一発出てくれたら嬉しいねんけどな、うん、万馬券で、うん、いいね、10センチのうちに3個ホームランを打ってくれたらいいんだけど、10個三振で1個ホームランを打てるか打てないかね、ミゲル君はどこ行ったんですか、帰っちゃった、いや、おるんちゃう、うん、6番ライト川端、川端3時間ずっとあるんだ、階段分、階段分に引っかえ、こっちのおっちゃんはもうチーンでした、あれビール飲むとね、ビール3杯ぐらいチーンになったガソリン切れたか、ガソリンもわけわからんの、たぶん燃えてるんですよ、ビール5杯ぐらいか、燃えてるんですよ、7番ショート今田、こっちはどうや、アウト、何のトライ、なんで大事なし、大丈夫かよ、どっちもどっち、まだ続け、あのレベル当たり前じゃないですか、もう試合成立したから終わっていいじゃないですか、打点コールでね、難しいです、肩も肩自信弱い、あれ全国で解禁や、あれマジだ、
はまだスピーチみたいなことでなさないから、ね、勝負するショーキのボールの厳しい場面で使ったもんね。投げそうですよね。使うべき選手がないんで。そんな感じでしたよね。うわよいしょ！